さん。葵ちゃんは働き者だね。そんなに急いでると転ぶぞ。久しぶりだな。その様子だとまたお父上の手伝いか。なあ、最近この周辺で物騒な事件が起こっていてな。軍も見回りを行っているんだ。差別に人が襲われる事件が発生しているんだ。何でも目撃者によると犯人の特徴は血のように赤い瞳らしい。したか。悪いな、怖がらせたか。ああ、任せておけ。そういうわけだから手伝いもいいけど、暗くならないうちに帰るんだぞ。いらっしゃい、お嬢さん。ご用は何かな。ああ、ご苦労様。俺が百合東一郎、君のお父上のお客だよ。ん？どういたしまして。それじゃあ持ってきた品は彼に渡してくれるかな。俺のしずきと申します。お品物をお預かりいたします。
何か。そうそう、一応こっちの二人も紹介しておくよ。君のお父上を紹介してくれたのが彼、北帝甲賀なんだ。よろしくな。親父さんにはいつも世話になってるんだ。こう見えても帝都切っての若き実業家としてそれなりに名の知られたやつでね、それなりの知識と人望はあるみたいだから、何か困ったことがあれば相談するといいよ。お前は相変わらずひねくれた言い方すんな。それからさっきから眠そうにしているそっちの男はクーヤ。なぜか俺の家に住み着いてる怪しい奴だ。近づかない方がいいぞ。人聞き悪いな。俺はれっきとした物書きなんだって。おい、適当すぎてどっかで聞いたことある話になってんぞ。まあうさんくさいところはあるけど悪いやつらではないよ。お話中に失礼します。こちらは目録にはないようですが。それ見せて。ねえ、この鈴もらえないかな。金ならいくらでも積むってお父上に伝えておいてくれるかな。そういえばお茶も出さずに悪かったね。しずき、
彼女にミルクティーを。かしこまりました。色も細工も見事だよね。その茶器は君のお父上に依頼してフランスから取り寄せたものだよ。君のお父上のおかげで良いものに出会えてよかったよ。人や物、いろんな出会いをつないでくれる。君のお父上は本当に素晴らしいお仕事をされているね。